to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. そうですね、今まではこう AKB のファンだったんで、みんなのカレンダーが出たりしたらすごい喜んで見るのも楽しみにしてたので、今回このカレンダー作る時にすごい、なんだろう、いろんな私を見せれたらいいなって思いながら、もうすぐになんかこういうコンセプトでやりたいみたいなのを考えました。テーマは本当にいろんな私が見れるっていうところなんですけど、衣装もメイクも結構変えてるんですよ。その2ヶ月に1回か6、7着ぐらい衣装も着たので、なんか一つのコンセプトっていうよりかはいろんな私が見れるようなカレンダーになっています。お気に入りのカットでもあるんですけど、その6月の誕生月、私の誕生月のシーンを撮った時にケーキ、さっきも多分お見せしたと思うんですけど、ケーキの写真撮ってたんですけど、これ30秒ぐらいで落としちゃってで、その後の写真がこれですでもこれ本当になんかわざと手につけたとかじゃなくて、実際本当に落ちちゃってあたふたした後の写真です。これがすごい印象的です、私の中で。このクラッカーも何回も撮り直しました。スインボーンって何回もやって、結局最後はお前の方でシャラシャラってやってくださったんですけど、でも結構漏れました、このショットは。1月に撮ったんで、正月太りしたまま撮りましたまあもちろんちょっと意識はしてましたけど、正月そうやっぱ食べちゃいましたね。もう食べられないし、あの海外に行ってたので、タイに行ってた、旅行に行ってたので、パッタイずっと食べてましたはい、正月太りしたから逆に見どころか、なんだろうな。でもなんかそこまでめちゃくちゃ香り出たっていうわけでもないんですけど、正月太り、なんだろうな。なんだろう。あ、一番、そこまでかな。あんま顔に出てないような気もする。一番最初に撮った方はこれなんですけど、朝。ちょっとむくんでますかね。でもまあ、そんな私も見れちゃうよっていう感じです。なんだ ?12 月です。ラストの。あ、でもラストじゃないか。あ、12月、1月らへんかな。でもなんか見てると結構、これ全部1日で撮ったんですけど、顔のむくみが全然違うので、撮った順番がわかるかもしれないです。ぜひ当ててみるっていうのをやってみてくださいそういう楽しみ方もできます。家族には渡しましたね。お母さんも自分の部屋に飾ってくれたり、あと妹はアイドルが結構好きなんですけど、推しの隣に飾ってくれてないので、ちょっとおすすめしたいと思いますこれからまだ飾ってくれてなかった。指原さんあたりに渡して、あ、渡したいですね。ちょうど昨日あったんですけど、渡せばよかった昨日あった、そうなんですよ、ちょっと会ってました。ね、渡せばよかったですね。ちょうどチャンスだったんですけど、でもまたすぐに会おうというふうに話してるので、ご飯行った時とかにお渡ししたいと思います。
どこがいいんだろう。でも大体リビングとかなのかな。どこに置かれるんだろう。カレンダーって一人暮らしだったら、でもまあリビングなのかな。まあ、毎日見れる、毎日目につくところがいいかなと思うので、リビングのテーブルの真ん中とか結構目立つようなところなんですけど、はい、ご飯食べながらも見てほしいです。生活ですか。あ、どうなんだろう。でもそんなにはめちゃくちゃ変わったかって言われたらそうでもないかもしれないです。ただ踊らなくなったので本当に運動しないとなっていうふうに思いますね。体力がなくなりました、めちゃくちゃ。はい、すごい感じます。この間本田仁美ちゃんとか田中美久ちゃんの卒業コンサートに1曲でもないか、まあでも1曲だけやった時でも息切れしちゃって、なんか今までどうやって2時間ぐらいのコンサートやってたんだろうって不思議になるくらい体力なくなってましたね。あー、どうなんだろう。そのセリフにもよるんですけど、私はもう寝ながら覚えるタイプです。なんか寝る前に集中して読んで、寝る直前にもう一回読み直してそのまま寝るって、で寝てる間に頭に覚えさせるっていうやり方をしてます。そうですね、今年の4月でアイドルを卒業して1年になるので、また俳優としてもっともっと活躍できるように頑張っていきたいなと思っています。